はい。それでは、ゼルダの伝説、知恵の借り物の続きをやっていきましょう。タイトル画面こんな感じなんだね。なんかシンプルですごくいいですね。はい、この南の遺跡の続きからですね。さあ、では行きましょう。しかしながら、結局どこを行ったらいいのかよくわかってないっていうね、状態ではあるんですよね。1階の、まあ、1階入り口からとりあえず戻ってみようか。みょーん。てか、あれ？一回、戻ったところでセーブしなかったっけか。まあいいや。まあこっからやり直してみましょう。この先なんかありそうだよねっていうところも、まだ見てないところありましたからね。なんか一回見ればそれだけ済むみたいな。一発で順路通り攻略できるもんだと思ってたけど、そこまでではないと。なんかある？なんですこれ？おお、これでいけるんだ。なんだ。ん？発酵バター。発酵の字がちげえ。発酵の工程で光る成分を持って不思議なバター。そのままでは使えない。こんなもん体に取り込んじゃダメってこと？まあ、どっかの勇者だったら普通に食べそうだけどな、生で。でも普通はこんな光る成分の入ったバターっていうのはね、体の中に取り入れるものではないんだよってこと？なのかもしれませんね。あれでもこのまま行くと、このまま先進んじゃうんだよな。この上行って、あ、でもここ右側行ってないな。ちょっとここ、糸チュラーと戦うの大変だったんで、ワープでもう一回戻ってみようか。で、手前に遡る感じで行こうか。なんか見張りのちょっと屈強な鎧、騎士みたいなやつ、あいつにビビって、下がっちゃってたから。あの鎧の騎士を無視して、左側に来てここではなく、右側へ進んでいけば何かあったかもしんない。逆走するよー。このくらいの足場だったら普通にジャンプで飛び越せるっていうのすごいね。ここ戻って、で、この騎士がいて、こいつどうにかできないかな。糸チュラは厳しいよな。槍盛りぶりによりは、ロープ。行ってこい、ロープ。頑張れ、頑張れ、ロープ。行ってこい。全然効いてねえ。くぅ、ロープ。さすがにロープでは厳しいか。ぴょーん。ん？お、あれ？なんもなーい。ダメでした。あ？ということはこっちじゃないのか？今のところ行けそうなところで。ああ、平気なんかい？不一致しないの？すごいね。デルタ様、軽やかすぎるから、高いところから落ちても平気みたいな。お姫様特有の特性みたいなものがあったりするんでしょうかね。戻ってまいりました。この空間を探索すること自体がまだ早いのか。ああ、でも、シンクがあるんだよな。また戻ってきちゃったけど、じゃあこのシンクで何かできないかだけ試して、それでダメだったら一旦、この遺跡みたいなところの探索自体が早いっていう可能性もあるかな。なんか一目散にここへ来たけど、それだけじゃない気がしたんですよね。あ、シンクできる。あ、いけた。あ、そういうことか。盾を持ってる奴だけ仲間外れだから、お前盾外せよ、空気読めよっていう、周りの3人はそう思ってたってわけね。かわいそうに。まあ、とりあえずこれでいけると。よかったーん。まだ全然いけなくて大変なのかと思ってたわ。ふっ、頑張れ、キース。まさかキースが俺の味方になる時が来るなんてな。キー。いったれ、いったれ、キース。よし。よく頑張ったな。高いところがある。めっちゃ頑張ったら登れそうな気もするけど、どうかな。万能アイテムベッドでちょっとやってみる。最強の万能アイテムベッドで。あ、いけるよーん。やはりベッド最強か。ベッドリレーだったな。後にも先にも。おーおー、めっちゃ高いやつやん。後にも先にも、任天堂のゲームで、これベッドリレーだよねなんて言われるものは存在しないと思うけどね。
ん、またいるな。戦っても勝てないからな。ちょっとスルーするか。なんか強い借り物があれば戦えるんでしょうけどね。ん？ん？なんかいる！あれ？あの人、青い魔物と戦ってた人。この後ろ姿！ああ！やめてよ！何すんの？怖いな。ジーン。リンクが敵に回ったら絶対勝てないでしょうよ。おー、でもしかし、盾を構えて基本的な立ち回りをしている。偉いと言わざるを得ないな。この自分の能力の高さに慢心していない感じが、なかなか、あれですね、好感を持てるというか。あおー、スピンでは攻撃できないのね。そいつは仕方がない。なにー、来るの？やめてー、ちょっとハートを取りたい、ハートを取りたい。ごめんなさい。私、ハート取りますから。うん。あおー、ハートを拾いながらダメージを食らうというよくわからない状況。え？どうしよう。肉？肉ではダメだよな。石でもダメだよな。高いところから岩を落とせばとか一瞬思ったけど、そういうわけもいかない。キャンドル？ちょっとキャンドルに何ができるか頑張ってもらおうか。あおー。まあ、魔物らしくって感じだよな。どうしよう。なんか、隙を晒すタイミングがあるのか？へん。あれ？でもダメージ入ってんな。高いところからだったらダメージ入る的な？ちょっとありそうだな。まあ、ゆっくり動いてくれてるから、それでどうにか、こうにかしましょうぜってことかもしんない。石。石だったらさすがにいたかろう。いくら勇者といえど、石が体を貫通すればいたかろう。なにー。やっぱ高いところからじゃないとダメっていうのはあるっぽいな。行かないで。おう。無理やり頭の上を貫通させていくね。そして盾は真正面にしか判定ないっぽいね。回り込んで後ろから投げれば痛いと。そういうことのようだね。グレー。お、弱ってるぞ。借りようぜ。ん？借りられるわけではない。やめて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 。うん。うん。お、ちょっと貫通する。でも、姫様に合わせてちょっと優しくやってくれてるね。はい。はい。本当にこれ真正面しか受けられないっぽいな。正面のちょっと斜め前ぐらいから攻撃すると普通に当たるっていうね。ガードが甘いよ。え？顔色悪くなってるってか、よく見たらどんどん闇に飲まれていってない？素早さありているね。それはちょっと厳しいです。冷静になって。冷静になって、冷静になってよー。トリ、トリ、こいつどうにかできないか。このえげつない人。この最強のフィジカルモンスターと名高いこいつを、どうしたらいいのか。トリも考えてくんないかな、一瞬。成功法もあんのかな？俺はもうこれしかないような気がしちゃうんだけど。ガードするねー。うん、なにー。いない、ちょ。お互いがゆっくり戦っているから、どうするのが正解なのか微妙にわからんな。ツボでもないだろうしな。トランポリンで上空から踏めば生きる？そういうわけでもなさそうだけど。くれー！なにー？なにー？くー！なに？回転切れなんてやってくんの？君、それはずるいんじゃないのかい？でもちょっとはヘイトを吸ってくれるっぽいぞ。ただ魔物で一回やってしまえっていうのは難しいよな。やりー。頑張れやり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 。よし。背中からいいダメージを与えていく。やめて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 。やりもりブリーン。やりもり、やりもり、やりもりブリーンがなかなか戦いづらいところにいるよ。やばい。回転切れ怖。やばい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 。やめんかい。頑張れ。頑張れ、もりブリーン。モリブリンが、この、気を引いてくれている間に、俺は背中から殴る。へん。お、やったか。わー。この石にぶん投げるので、ハート1個ぐらい削っていたとしたら、この最大まで強化されたリンクのダメージを全部削ったぐらいの回数殴った気がするな。え？ていうかこれマスターソードじゃない？まさかこれ借りられちゃうとかないよな。あ、でもよく見たらマスターソードじゃないな。
これリンクも買い物だったのかな。前に助けてくれた人に似てたけど襲ってくるなんて。でもあの嫌な気配、お城の偽物の王様たちと同じだった。コピーされた偽物なのかってことかな。何か残していったみたい。調べちゃおうで。おう、不思議な剣。リンクと名前書いてあんの。もしかして初期装備ってこと。その剣から強い力を感じる。大きな叫びにも負けない力。なんだか特別な感じがするよ。でもマスターソードではないんだよな。え、剣持ってるの。持ってみちゃった。危ないですよ姫様。でも片手で持てるくらいの大きさなんだな。わー眩しい。キラキラキラ。どういうこと。リンクになっちゃった。おーん、シャッシャ。これならやれるぞ。変身しちゃった。あの緑の服の人みたい。なんか音楽がすごいクラシックな感じなんだけど。剣士モードになって Y で剣を使った攻撃ができます。縦防御、高いジャンプ、長押しため、離すと回転切り。また不思議なもの。あー、時間制限はあるって感じか。これで姫様では戦っていくことの難しいところもこれでいけちゃうわけだね。ふむふむふむ。あー、でも時間切れです。左上のエネルギーが減っていきます。エネルを取ると溜まっていきます。ん？自然回復じゃないのかもしかして。なんと、まあ魔力みたいなもんってことかな。こっから行けたってこと？わあ。まあここは糸チラくんが道を作ってくれるね。ありがとう糸チラくん。なんだ？ん？ハートのピン。あら可愛らしい。愛らしいハートが特徴的な小さな髪飾り。ハートが少し出やすくなる。ああ、アクセサリーとかあるんだね。着せ替え。着せ替えようぜ。やはりオシャレもしていかないとね。見た目に反映される感じじゃないのか。うんうん。これは、シンクしましょう。よいしょと。ここでいっかな。やった。パズルゲームは楽しいぞい。この下が怪しいってことかな。しかし、あんな、めっちゃ重要そうな戦いが繰り広げられたということは、やっぱりこっちで正解ではあるのか。ビリビリンゴ。そのままでは効果が薄い。お料理ですね。わかりますとも。お、なんか漂ってる。これか。入ってきたわ。エネル。光がみなぎってくる。でもちょっとだけだね。まあ、このリンク状態で無双すれば、大体のものもクリアできちゃうだろうってことなのかな。せっかく知恵を借りていくのに、剣士様の剣だけ借りたら全部クリアできるって、それもそれでもったいないしな。だからこれは、まあ、かなり、最後の手段というか、エネルをしっかりと貯めておいて、大事なこことというところで、だーって使いましょうねってことかもしんないね。なんかいるよ。バックンフラワー的なあれですね。ロープ行ってこい。俺の今の一番のお気に入りロープたちよ。ツンツンツン。一番手前が、頑張りまくってるおかげで、なかなか厳しそうですけど。覚えておいて。デクババ。あ、そっか、パックンじゃねえな。デクババなんか久しぶりに見た気がすんな。近づいたものに頭突きする植物の魔物。意外と引っ張る力に弱い。剣があるけど、これをザクザクというのはちょっと大変じゃないかい？ん？おー、入っちゃった。あ、こういう感じなんだね。ぴょん。ここはロープでも越えられないっぽいな。えいや。仕方がないね。消しボール。いってらっしゃい。剣士モード途中で解除できるんだね。まあ、このゲージ大事だから残しておきましょうっていうのもやれるわけだ。あ、ここにいたのか。ん？微妙に届かない。剣士モードのジャンプを駆使するか、トランポリンなどを使うか。なんでしょうけど。でも、飛び立った瞬間にこれはちょっと鬱陶しいよね。はい。はい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。お、いいぞ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 。頑張れ、キース、頑張れ、キース。ツンツンするんだ、ツンツンするんだ。あお、やったぜ。まあ、いろんなやり方があるってことでしょうね。よくやったぞ、キース。
苦しゅうないぞ。ルビーを取ってきてみたいなのは無理なのかな。なんかいるな。これキースでお願いすればいいのか。またキースにお願いすることに。空中戦はキースのお箱だからね。やったれやったれ、やりなさいよ。てかよく考えたら注目してからキース出せばよかったな。では行きましょう。なんだ。お、鍵だ。そろそろ来ないかなと思ってましたが、鍵がなくては進める場所も進めないですからね。デルタっぽくなってきたぞ。なんというか本当にこれまでリンクがやってきたようなゼルダの伝説をちゃんとゼルダがやってるって感じがするのがいいですね。シンクロして、あ、すげえ、こんな風になるんだ。高いところもちゃんとジャンプというか浮かんで登ってくれるんだな。あまりにも意味深な段差だから使おうぜとはなったけど、こんな動きをするとは思ってなかったわ。50ルピー。はい、センキュー。このルピーもまたどっかで使うんだろうな。材料を買って、こんだけ買えばお料理もできるぞ、みたいなのはありそうですね。で、おそらく小さい鍵をこちらで開けて、ボス部屋の鍵を探していこうぜってことでしょうね。わかったぞ。謎はすべて解けた。これで押せばいいのか？ん？これでいいのか？こんなじわじわ押していくスタイルでいいんだな。多少狭くてもこうやってやり直せば、ちゃんと押せるんだぜってことっぽいですね。また地下も踊りに来ましたぞ。自動で動く足場だ。本家ゼルデンというか、リンクが頑張るゼルデンでもあんまり見ないタイプのギミックな気がする。そうでもないのかな？ん？ねえ、ゼルダ？ X でシンクした時できることがもう一つあった。R を押しっぱなしにして、自分の動きはシンクしたものの動きになる。え？てか、上向きにできるんだ。わー！すごいね。なるほど。ゼルダの動きにシンクロしてくれるんだったら、そりゃ、シンクロしている相手の動きにこちらが合わせることもできるよねってことか。面白い発想ですけどね。いや、でもこれなかなかパズルゲームとして、なんかシンプルだけで頭を使わせる内容ですね。はよはよ。カモーン。この辺はまだいいけど。でもこの上だな。注目。シンクロ。これで。この辺で相手の動きに合わせていきたかったんだけど。これじゃダメじゃない？この辺でいいのか？この辺でいいのか？いやー、届かない。これではダメだな。すなわち、これをシンクロをやめてタイミングを調整しないとダメですね。なんで、まあこの辺でいいのかな。で、こうだね。おお、パズルさせてくるね。連動するようになっているから、ぴったりいい感じに動かすのはコツがいるというか、なんというか。で、ここは分かっているぞ。分かってるぞ。待って、こっちゃ、行かないで。そう、こうすれば、上とか下とか関係なく同じように動けるってわけだな。20ルピー。ここまで結構頑張ってきたけど、さすがにまだボス部屋の鍵とはいかないわけね。なんか、暇があれば手前に向くようにしようかな。この顔いいよな。よし、到着したので。でもこの上のやつなんかあったんかな？どうなんでしょうね。ん？ボス部屋の鍵。ジュ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 ーン、ジューン、ジューン。届かないんですけど。でも石像は動かないもんな。
これは禁止モードにならないとダメか。だから禁止モードになってシンクロできるのかな。やってやるです。あ、解除されちゃうな。じゃあダメか。うん。あ、よく考えてみたら、これはとんでもない思い違いしていた。冷静に考えてこれ。このゲームはなんていうゲームだい？そう、知恵の借り物ですね。よーん。トランポリンじゃなくて、ベッドにしよう。ベッド出すでしょ？これで、これで、まあ、この辺でいいかな。くらいなさい。ちゃんと自分で足場用意できるんだから、それでいいじゃねえかって。それを思い出すまでは返さないよってことだったんだね。ありがてえ。この大層な鍵は、ボス部屋。大きな鍵なんだ。ボス部屋の鍵とは言わないんだね。まあ、この先ボスいますよって言ったらプレッシャーだもんな。この先私ボスを戦うんですかってなっちゃうもんね。てかこれ、めっちゃ頑張ったら逆走できそうだけど。でも、このタイミングで逆走したところで、あれだね、ちゃんと鍵がかかっているというか、開かないドアがあるから、そこからは入れないようになってんだな。細かい配慮が光っていく。では、大きな明かりも使って先行っちゃいましょう。でも結局やっぱりボスなのか？誰もいない。確かにここから仲間たちの気配がするのに。ゴゴゴゴゴ。ん？なんか出た。鳥の仲間なの？ずいぶんごついですね。ゴーレム的な？大ロック。大ロック。天候砂嵐に変えそうな名前してる。あいつの中から仲間たちの気配を感じる。取り込まれてるパターンか。なんとか助け出さないと。おぉ。なに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 、おぶえ、ロケットパンチ。恐ろしいことをしてくれやがるぜ。頑張れ頑張れ頑張れ。そうだね。奴は下半身が弱点だね。いやー、よくも、今は俺の仲間をやってくれているキースにひどいことをしたね。ロケットパーンチ。危ねえ。気をつけろ。さあ、ここを攻撃するんだ、キース。キース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 。危ないだろ。さあ、狙いをつけるんだ。狙いをつけるんだ。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。ギャー、ふっふっ。さあ、攻撃をしまくれ。お、結構入ったぞ。なにー、楽勝じゃないか。つまり、こういうことだな。うわーうわー、露出した弧を攻撃しようっていうのはやっぱり定番なんだな。ふっ。謎は全て取りたぜーと思ったんだけど、そこか。これ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 。おー、おー、すげえ、上乗れるんだ。なになになに、回転するでしょ。わかりやすい攻撃をしやがるぜ。今まであまたのゲームを遊んできたプレイヤーだったら、こう動くだろうなっていうのがなんとなくわかるっていうのが、やはり、あれだね。この、任天堂のゲームのいいところって感じはするね。これ、ん？なんか持つってなかったっけ？持てないぞー。ベジーン。いったれ、いったれ、いったれ、キースちゃん。いったれ、キースちゃん。あの、持つは何に反応してるのか、よくわかってないんですけど、これを持つわけじゃないのか。ん？何を持とうという話なんだ。まずい！うわー、俺もスピンしようと思ったんです。頑張れ、キース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 。あ、持つってあれか。キースのこと言ってんのか。ふっ。こうだろ。おー。ちゃんとボス戦では積極的に使わせてくれるんだな、これ。ありがてえぜ。今度はない。うわーお。強化モード入っちゃった？これ頭の上で使う、今度。やめてー。でも衝撃波が出るとかそういうヤバさはないの。よし、戻って、おーいで。回転ー、くる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 。この、土下座みたいな攻撃をしているところに、キースのアタックを、はめ込んでおくと。で、一旦戻ってきてもらって、いけー、やってしまいなさい。またポロンとしてるね。ふっ、甘いよ。甘すぎるんだねー。くらい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 。くらいくらいくらい。回転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 。お、やったか。あ、そうか、これキースも一緒に攻撃してくれるんだな。楽勝だったな。おー、強制解除されたわ。
ハートヌートは守るし、やっぱボス戦だったんだな。これで中ボス戦なわけないもんな。わあ、いっぱいいる。何これ、ポロ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 。ドリー、君たちの仲間こんないたんだな。え、これ一部なの？これが僕の仲間たち。みんな解放されて力がみなぎってる。これで裂け目消せる。僕らの借り物の力で裂け目に飲まれた世界を元に戻すよ。見てて。まあ、こんだけいや戻せるだろうなという感じはありますね。お、トリーが統率してくれるの？みんな行くよー。わふわー。この種族の中で結構偉い立ち位置だったりするんかな、トリーって。もしかしたら管理職なのかもしれん。おー、戻ってるー。トリーの仲間たちも全力ですね。ん？なんか様子を見ているぞ。おお、あの子一人であの木を担当してたんだな。でも任天堂はあの演出お気に入りだよな。なんかマリオストーリーの兵法とかでよくやるけど、あざといぜ。仲間たちが僕に力を分けてくれた。お、4本になるかい？レベルが？ニョキニョキニョキ。お、レベル2になったぞ。やっぱり増えるよね。でもレベル2なんだなこれ。僕できること増えたみたい。トリーの下三角形が増えた。いろんな買い物を作り出してみよう。ん？どうした、トリー？悲しげな音楽を出して。裂け目消すとき、仲間たちが言ってた。突然大きな岩の魔物が現れてみんな捕まっちゃったんだって。あの魔物の中に閉じ込められて裂け目消せなかったみたい。閉じ込められると力発揮できないんだな。これ、裂け目を消すと出てくるもの、綺麗だからゼルダにあげる。ん？ハートの器のことじゃないのか。不思議な石を5個受け取った。ああ、これ剣士様のレベルというか、このゲージを回復させてくれるやつなんか。あそこからなら外に出られそう。不思議な石。あれでもなんか蓄積されたな。剣士様のゲージを回復はするんだけど、それとは別の何か要素もあったりするんでしょうかね。ハートの器。まあ今回初見プレイですしね、ちゃんと回収しましょうかね。ハートの器を手に入れた。まあゼルダシリーズといえばこの体力の上限を伸ばすハートの器で、これを取らずにね、ハート3つでクリアするみたいな縛りは有名ですけど、さすがに初回でソロをやる勇気はないよ。帰りましょう。それじゃあ行こう。やこ。わーん。上に飛ぶんだな。どっから出るんだろうこれ。やっぱりあの、尋ねなさいって言っていた人の近くかな。いや、裂け目に入っていったところから帰ってきたっぽいな。この辺りの裂け目全部なくなった。これでゼルダが行こうと思ってたところも元に戻ってる。同じことすれば他の裂け目も消せる。ゼルダのお父さんも助けられるはず。ん？なんか声かけられた。誰ですか？おお、あなたは左大臣じゃないですか。私はハイラル王国大臣のサダリと申します。少しお尋ねしますが、ここはどこでしょうか？これゼルダ姫ってわからないもんなんだな。フードを出す。姫様、めっちゃびっくりしてる。驚き方可愛いね。全く気づきませんでした。この変装すごいな。そんだけ効果あるんだね。一体なぜそのようなお姿を？実はカクカク近々で、あなたの偽物がいて今大変なんだよ。姫様、お助けできなかっただけでなく、そんな大変な目に遭わせてしまったなんて。でもそれはあなたの狩りがやったことだから。しかし姫様にそのようなお力があったとは。ともかくこれで、ここまで姫様と行動してくれたトリー殿にも感謝せねばなりませんね。相変わらず見えないのかな？ありがとうございます、トリー殿。僕のこと見えるの？ん？ふわふわとしてなかなか可愛らしいお姿ですね。ゼルダ以外の人には見えないのかと思ってた。うん。え？本当に見えてんの？待って、インパ様には見えていなかったのですか？なぜ？え？何？インパ様なんか実は悪い側だったりする？不思議ではありますが、まずはインパ様に教わった。この丸の元に向かいましょう。おや、ウリ将軍のことも気になりますし、これからのことを整理せねば。その前に私にも地図を。左大臣。この場所って確か、頼りになる仲間お姉さんだといいんだけどな。実はこの人が悪の手先で、トリのことが見える悪い奴とかじゃないといいんだけどな。インパ様の兄貴君の家。へえ、力になってくれるとはそういうことだったんですね。いや、私がご案内しましょう。
おお、入っていってるね。でも大臣も今、偽物がいて、なんか素直にね、このハイラル城に帰ることもままならない状況だというのに、しっかり協力してくれているいい人ですね。この人なんか魔法の力が強いとかあったりするんかな？私が案内します。うわ、魔物が出てきた、ワッツレラ様、助けて、トリー殿、みたいにならないといいんだけどね。不思議と魔物は出てこないな。まあ、この辺の先目を元に戻したからっていうのもあるかもしれないけど。こちらです。この世界のお家はなんかフォーマットが決まってんのか、可愛らしいサイズ感ですけど。あ、いる。当然の方もお許しください。私はサダリと申す者、インパ様には日頃から。ルーベリ。なんじゃ、わしは忙しいんじゃ、帰ってくれ。なんか、ブレワイの時の人に似てるけど、名前はちょっと違うな。ブレワをお詫びします。しかし、まずはお話だけでも。わしは今すぐ出かけなければならんのだ。後にしてくれ。どうか。何でも言わせるな。わしは今すぐ、リンクを助けに行かねば。おう、リンクと面識あるんだ。ヒゲをミョーンと伸ばしていく。柔らかそうなヒゲだな。ん？それはリンクの被っていたフード。お主、なぜそれを？もしやリンクと会ったのか？実は彼に助けていただいて、なんだと？テンション高いおじいさんだな。その緑の服の剣士のことも、お酒目のことも知っていることを洗いなら話してくれ。まあ、リンクを助けに行こうとしていたんだったら、そっちの話は聞いてくれると。よくわかった、ゼルダ姫を感謝する。落ち着いてくれてよかったですね。お、見えてるんだな。めっちゃ動くね、君。僕は見えるの？ゼルダ以外で見える人、これで二人目。お前さんの姿、姫以外には見えなかった？それなのにわしらには見えると。なんだろうね。こんな不思議な生き物、今まで見たことありません？わしとサダリ大臣の共通点というと、メガネか。そういうことか。これメガネ越しにしか見えないな、おそらく。で、ゼルダ姫は、あれだね、この世界の中で貴重なコンタクトレンズをつけているから見えると。おそらくそういうことだな。謎は全て解けた。裂け目に飲み込まれ戻ってきた。ええ、そっちか。あの空間には人を変えてしまう何らかの力があるのかもしれないな。そっちなのか。てか、普通にメガネってボケるかと思ったんだけど、違うんだな。もし遅れたか、わしはルーベリー、インパの兄だ。目を助けた剣士の名はリンク。わしが作った力の剣を持たせておった。ええー。マスターソードじゃなくて、普通に、この人、作成の剣なんだ。その後をさらった大きな青い魔物、あいつを倒すためにだ。時折現れる裂け目と、アイラルの歴史を研究しておった。昔からあちこちで裂け目が現れ、人々が飲まれることがある。まるでこの世界から消えてしまったようにいなくなってしまう。昔から神隠しと呼ばれてきた。うん。この辺は聞いてきたね。裂け目が現れるたび、そこから出てくる魔物たちと戦い続けてた。孤独な戦士だったんだな。人々が神隠しに会うのを防いでいたのじゃ。すげえ。そしてわしは、それを手助けするために、裂け目の魔物に有効な剣を作り、奴に託した。姫が手に持つ剣こそ、わしがリンクに授けた力の剣。裂け目に立ち向かっていったのですね。それを誰にも知られず、ひっそりとこなしていたと。かっこいいね。特に強大な力を持つ青い魔物がいた。その青い魔物を倒せば、神隠しの問題は全て解決できるのでは、とわしらは考えた。うん。魔物を打ち果たしたのじゃな。そうだね。なんだけど、なんか、しつこい攻撃のせいで、なんか、最後っぺを食らって巻き込まれてしまったというわけだね。にもかかわらず、先目はさらに広がってしまった。何か考え違いをしていたのか。実はそいつがめっちゃボスっぽかったんだけど、そいつを持っている槍が危なかっただけで、もっと上の存在がいる。さらなる上司がいて、この裂け目、広げ会社みたいな。あいつはそこのなんか課長か、部長クラスで、本当は社長会長クラスがいると。森の裂け目を消したのにリンクも帰ってこないし、とにかく今は情報を得ねば。とかそうだよな、あそこでリンクいなくなったんだったら、あそこ解除したらリンクも戻ってきてもおかしくないのにな。姫様、ルーベリ様。裂け目に飲み込まれた時、どこか遠くへ吹き飛ばされる感覚があったんです。その感覚があるって自覚するのも、覚えているのも、説明できるのもすごいな。鬼にできた裂け目から。そうだよね。確かに遠くに行ってたもんね。なぜこんな遠くに。ああ、裂け目の中は空間がなんか、繋がっているとかがあって。うん。裂け目同士の繋がりで飛ばされてしまうこともあるみたいな感じなのか。こっちの世界とは繋がりが全然違う。大きな裂け目他にもあちこちにできてるみたい。もしかしたら王様とか他の人はどこか別の場所の裂け目の中にいるかも。なるほどね。じゃあこの人がいなくなったこの裂け目を直せばこの人が戻ってくるとかそういうわけではないんだね。まあ飛ばされていれば
で、飛ばされていなければそこを解除した時に元通りになるかもしれないけど。高いところから調べてみる。もしかしたら他の場所のことをわかるかも。高いところ。おお。君視力はいいのかい？なんとなくおかと早いな。仕事できるね、君。さすがは、他の種族たちを束ねる存在だね。デルダのお父さんたちの場所はわからないけど、中に入れそうな大きな裂け目。お、マップに登録してくれる？お、二つあるんだ。地図に書いておくね。裂け目を消したらデルダのお父さんたちも助けられるかも。一緒に裂け目を消しに行こう。わかったよ。でも合計三つ、裂け目戻したら、それで終わりってわけじゃないよな。まだこれを解除した後にもなんかあんのかな？姫様にそんな危険なこと。じゃあ左大臣、君ならできるのかい？いや、姫に任せるべきだ。先目を消せるのは姫しかいない。ハイラルに起きている問題を解決するには、今それぞれができることをするしかないのだ。まあ、トリーロッドの扱いに慣れてるのも姫様だけだろうしな。デルダ姫よ、そなたはトリーと共に、ハイラルの先目を巡ってほしい。囚われた王たちを救うことはそなたにしかできない。お主はここで先目について調べ、わしと共に姫をサポートするのだ。調べ物は得意です。トリー殿が書かれた裂け目は、ゲルド砂漠、ジャブール水域にあるようです。ってことは、ゾーラ族と、ゲルド人も出てくるかな？詳しい情報が必要でしたら何なりとお申し付けください。おや、将軍たちを。任せたまえよ。将軍が元に戻ってきたらな、なんか魔物たちも、バッタバッタと鳴り払ってくれそうだしな。まだまだ強く鍛えられるかもしれんと何だって？興味があればお話をしよう。あ、じゃあもしかしてあのかけらか？